どうもー影アンです。今日はですねととととににかくやっててみるいいいいうことについてお話したいと思います。まあねなんかこう自分でこう思いつくというかああこれちょっとやってみたらいいんじゃないかなとこう思いつくというかパッとこうひらめくというかねなんかそういうものがあったらですねもうやってみるっちゅうことですよね。うん。 僕ほんでやっっててみてねななかこれ違うなちょっとある程度ねある程度というかまあまあ例えばこう1ヶ月やったら1ヶ月続けてみてちょっと今これはええかなっていうものであったらやめてしまう最近の僕で言うと中国語ですね中国語をちょっと勉強っていうレベルまで行ってないんですけども中国語の触りをねこうちょっとこうまあ、勉強というかそのやっててねこう まあ主語述語目的語がこう中国語はこういうふうになってるとか目上の人にはこう使うとかねそういうことの基礎的なことがちょっとこうまあ繰り返しこうまあ聞いたりなんやかんやしてたんですけどもまあ今これにこう時間時間もそうですしその意識を持っていく必要はないんかなって思ったりしたんですね。まあそのまあこれももやってみないないいとわからんですけどもその僕は中国語をその 勉強しようとあのー、思ったきっかけっていうのがあの空手なんですねで空手をこうやっていってですね僕がこう今やっていってまだまだこうペイペイなんですけどもこうやり込んでいってですねこう毎日こう空手の訓練はしてるんですけども、えー、木曜日は休んでますけどもほんでやってる中でですねこういずれねあの中国にね本場中国にこう 教えを恋に行きたくなるかなという気持ちになるかなと思ってねその例えばまあ8年後ぐらいですかね8年後ぐらいこう毎日訓練していて8年後ぐらいねやっぱ本場中国に行かんとこれはあかんなっていう気持ちになった時にですねなった時いうかもうなんかそういうふうにしていこうかなと思ったりもしたぐらいやったんですけどもそれでその時にいざその時になって中国語を覚えるんでは遅いと。 それよりもですねその,あの今の段階から中国をちょっとずつ覚えていったらですねその時はもうある程度こうできるようになるかなってこう考えて中国語の触りをこうこうやってたんですけどもだからそのもう一つ実感が湧かないというかねそのまあどれぐらいですかね2週間か3週間ぐらい,ぐらいやってたんですけどうんそれまあ中国行くにしろですね その中国語を覚えてないといけないんかなとどうなんかなっていうふうに思ったんですね。その言うたら中国語を分かる通訳をこうつ,つけるとかですねその自分がこう経済的にある程度こう、えー、使えるものをこう生み出しといてですねほんで、えー、通訳を介してこう動くそのガイドさんをこう雇うとかいうことをすればですね、えー、自分が中国語をこう勉強する。 時間を使わずにですねそういうことができるそれよりもこう、えー、自分がこうお金を生み出すというかそういうことをこうもっと、えー、やるやった方がいいかなというふうに、まあ、考えるというかなんかそうなんかなと思ったりもしたあとまあまあ通訳機がねいろいろこう AI が発達していって、えーまあ、8年後ぐらいになってたらですねもう 簡単にその中国にに行けるる状態になるまあ、中国の、えー、状況がねどういうふうになってるかわかんないですけどもその空手のね、えー、そういうところにこう行く単身でもこう行ける状態になってるかもしれないですしで今言ったようにこう通訳さんガイドさんを雇ってですねでこう行くっていうこともできますしねで結構通訳さんガイドさんこう 単身でで乗り込んでいくっていうのもまた気持ち的にはこう面白いんですけども、まあ、通訳さんガイドさんをこう雇ってこう行くことによっていろんなことを知れることになると思うんでその信頼できる中国人なり通訳のできる人をねこうと知り合いになってこうその人と行動するっていうのもまあ一つのこう、まあ、面白さではあるかなと思ったりしたんでこう今は中国語はちょっと。 勉強するのはストップしているというところでまあ、えー、そうですねだから中国は、まあ、やめたと。でこれもねやってみないとね中国をやっといた方がええなと思っているだけではですね全然その分かんないですよね。やってみてこうやっぱりその勉強していくことに何かこう 将来的につながる可能性はありますけれどもそれよりも違うことに使おうと思うっていうこともですねそうやってみないとわからなかったんでその,そのなんかこう思ってるだけっていうよりはやってみるとあとやってることがこう手話ですね手話を今ちょっとこう、まあ、勉強というレベルではないですけどもちょっとこうやっている繰り返し聞いてこう,こうしたらこうなんやなとこうあのー、そういうのをこう ちょっと勉強してる勉強してるって言ったらちょっとほんまに勉強してる人には失礼かもしれないんですけどもちょっとこう,触れているという状況ですねこの手話に関してはですねこう僕が考えるのはですねこう例えばお店に行っててですね何かこう不測の事態というか例えばどこどこで火事が起こったっていう時にこうパッとこう手話をしないと通うできない人にこう出会った時にですね 僕が手話をできないことによってその人が危険になるっていうのがですね嫌、えー、や,やなと思ってほんで手話を覚えようというふうにこう考えたんですけどもよくよく考えたらまあまあいろんな方法はある,あると思うんですけどもただまあ、まあ、そういう,こう自分の全然知らない世界の勉強するっていうのもまたこれが面白い。 面白いといいととうううか、まあ、あここややっってて表現するんやなっていうこと例えば北海道やったらこう北海道ってこう、ね、こういうふうにやって北海道って口で言うとかねそういうことであったりとかねこう、えー、まあまあいろいろあるんですけど、まあまあ、全体に対してほとんど覚えられてない、まあ、繰り返して今2回目。 聞いて基礎の基礎をこうちょっとやってるようなところでね。でこれに関してやっぱ使っていかないとだんだん覚ぼわっていかないんで、一度ね僕電話したんですけども、その手話サークルみたいなんがあってですね滋賀県にもあるんです。でそういうところでこう入らせてもらうっていうのも一つの手かなと思ったりはしてます。ただまあまあ今僕がその休日に動く時間としてはですねそのサークルに行ってまで 手話のあれをこうしたいんかっていうともっと違う活動をしたいということなんで今のところは、まあえー、家でちょっと、まあ、まあちょっとだけですよねほんまにちょっとの時間だけちょっと触れているという、まあ、あのほんまに手話をこう真剣にやってはる人には申し訳ない。 レベルなんでこんなん言うのもなんなんですけどもそれもねやってみないとわからないことでそのやることによってですねその手話をやることによってその世界のそのほんまの触りですけどもそういう世界を見ることがこうできていると。で、えー、例えば YouTube とかやとこう。 北海,道と北海道でその手話のこ番組をやってたりとかで何々県やったら何々県でやってるっていうそういうふうにこう県ごとにこうやってたりすることも分かったんですね。そういうい活動もこうされてると 県県は県でこうされてると、えー、滋賀県はどうなんですかねしっかり見てないですけどでそういうことをこうやってると。で、えー、そういうのもこう例,えばこう県例えば滋賀県がその手話のそういうのをやってなかったらほ、えー、の県やってるんで滋賀県もそういうのを取り組んでくださいとかいうメールを送ることもできますしまあまあいろいろねそのやっていくことによってこう知ることができるかなというところで、えーまあ、僕が今こうちょっと。 まあ本格的に取り組んでるもんはいろいろあるんですけどもそのこう触りをこう触ってる部分でいうとそういうことですねでまあまあえまだちょっといろいろありますけどもまあとにかくやってみるということですねやってみてほんで嫌やったらやめたらいいんで誰もこう続けなさいっていうわけじゃないしで誰のためにやるわけでもないんで勝手にやったらいいし勝手にやめたらいいし勝手に続けたらいいというふうに考えますんでとにかくやってみましょうとやってみた方が 良くないいでですかっていうことです、ね、そのやらんとこうふわふわ思ってるだけでは何もこう始まらん感じがするんでとにかくやってみましょうというふうに、えー、僕は考えます。ということで今日は、えー、やとにかくやってみるということについてお話しさせていただきました。では今日もよっしゃーでいきましょうどうもありがとうございます